ここは、はいどうも、はじめ教授です。コースを作ることができる、スーパーマリオメーカーですね。ここはコースを作ることができるモードです。パーツを置くなど基本操作知りたい方は、聞いた方がいいかな。でも聞くと長くなりそうなんだよな。でも聞かないと多分、でもやっぱその、なんだよな、聞く恥がどうのこうのってことわざもあるくらいで、ねえ、聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥みたいなね。でも聞かないから一生の恥とかじゃない。普通に一生わからないだけ、聞かなきゃ。恥とかないと思う。別に。でも聞いたら恥ずかしいよね。コース作りの操作。ニナ！こいつ誰だ？この二人が最初のスーパーマリオメーカーって言ってることないよね。ニナ何？何？何？俺は山村だ。見た目はハトでもコース作りが得意なんだ。山村道場で山村さんと一緒に説明をする。なんで道場作んなきゃいけないの？ちなみに俺の好きな食べ物は枝豆と唐揚げなんだ。これでなんか、遠食いだろみたいに突っ込むんだよ。そうしたら俺テレビぶち壊すからな。あ、違った。普通に人の名前間違えるっていう最低なボケしやがった、ニナが。人として終わってんだろ、人の名前間違えるボケは。いや、それをボケでひどいよね。ほんと、なんか人の名前を間違えるボケしてきやがった、こいつ。ほんとね、ダメだと思う、そういうボケは。握手だよ。ポポポ。ここでは、コースを作るの、なんでコースを作る基本操作じゃない、コースを作るの基本操作を説明しますだろ。お風呂が沸いた音聞こう。まあ、聞こえてるか分かんないけど、みんな。メガネが汚ねえな。基本操作大事ですので、しっかり覚えましょう。なんで俺こんな遅いんだろうね、進むのが。今いるモードはコースを作るです。コースを作るです。なんだろうな。なんだろうな。これに俺は似た何かを知ってる。もう最近脳みそ使ってないから記憶が引き出せない。助けて。ご飯が進むくんみたいな。コースを作るって。ちょっと陰踏んでね。いや、陰踏むとかよくわかんないけど、なんかこのコースを作るの引っかかった感じでどこかなと思ったら、ご飯が進むくんだった。ニナの正体はご飯が進むくんです。いや、どっちかっつったら、この鳩の中村だっけ。これで俺名前間違ってるやばいな。人の名前間違えるボケなんて最低だろみたいなこと言ってたけど。山村でした。ほんとすいませんでした。ほんとすいませんでした。人の名前のボケ、最低とか言ってなんか俺は中村と、山村さんは中村と間違えてる。ほんとすいませんでした。こんな綺麗な振りある山村だってさ。山村って、うっちゃんなんちゃんの、比較的有能な方かと思ったら、その人は内村さんだった。比較的有能な方って、ネットでは無能扱いされがちではない方。ずっと昼なんですね、なんかね。俺は昼なんですの嫌いなところは、そのワイプでなんか南原さんがね、なんか言ってみんなが笑ってるっていうのは俺大嫌いなんですよ。何言ってるかマジで分かんねえのに笑うなよって思って、何でみんなを笑わしたか俺に教えろっていう気持ちになるんで、本当にあれはね、やめてほしい。このボタンは、全然説明見れてなかった、一瞬だけ。このボタンはパーツを探すの、パーツを探せればパーツ一覧が表示される。なんだなんだ、別にそんな、なんか名前で検索できるって、それよりは便利だよな。すべてのパーツはここから選ぶ、すべてのパーツ、大パーツも選べます。はい、クソつまんない曲やめましょうね。ニナよりつまんないよ、それは。置きたい場所に指のカーソルを合わせて A を押すとパーツを置くことができるよって。では実際ハテナブロックを置こうぜと。ああすごい、うわー気持ちいい、めっちゃ押せる。あー気持ちいい、ハテナブロックめっちゃ置ける。 A で連打したらめっちゃ置いちゃった気持ちよすぎて、すごい量置いてる。最低で 8×7 マスくらい置いちゃった。それにちょっとはみ出てるのが6個、1個下にはみ出て、
ここでね、囲碁とかしてたら5-4、将棋とか5-4、5-2、1個はみ出ててみたいなこと言えるんですけどね、こういう時に将棋ボケができれば俺はまたね、一歩上のお笑い面白人間に近づけたかもしれないけど、無理でした。パーツの受ける数には限り、え、限りがあんの。ちなみに置いたパーツはここに並んでいくので、うまく使う、何それ、置いたパーツをここに並んでいくのをうまく使うと便利ですよ。よくわかんないな。置いたパーツお試しプレイすぐに考えない。お試しプレイできる？やった！じいさんって俺言われた、なんか。なんもできない。あ、マリオで性能になってるから、その、あれ、この、壁ジャンプからこの、ういってできると思ってる。なんか、あ、クソだ。つまんな、このゲーム。あー、撮影しちゃったじゃねえかよ。こんなとこ撮影しても何も意味見えない。お試しプレイでうまく集めないとパーツを置き直してください。あー、もう想定、あー違う、うぜえな、プロコン。マイナスボタンと写真、このようにコースを作るでパーツを置いた後にお試しプレイで簡単に、 うぜえな、終わってやろ。投げんでアホ。え、ない、え、うぜ、道場に無理やり連れてかされた。コース作らせろ。コースを作りたいと思います。え、なんで海の面から始まる、嫌がらせか。あ、逃げちゃう、押せない。あー、そう、さっき言うときよかった。マリオ平行しようとして逃げる。え、どうやってこいつ逃げない。あー、こいつ絶対逃げる。あー、聞いときよかった。なんか横のやつが逃げる、近づこうとした。そんなひどいことある。絶対こいつ逃げるんだけど。お、あ、アンドゥって何。なんか、あー、これ絶対なんか俺は聞いた方がよかった。後悔します。今そつまんねえコースだ。え、あらかじめできてんの、なんかすごっ、なんかあらかじめ骨組みができてる。うぜえな、俺に一から作らせろよ。あれ、説明が終わんない、なんかまともにプレイさせてもらえない感じしたけど。逃げるんだよ、横のなんか操作は。これ踏める、踏めた、クリボー踏めないかと思った。あ、この湯なんかよくわかんない、ザコのコース。お、ヨッシーがすごい海の中だ、スローだ。お、早いね、食べちゃうよクリボー。何このゲーム、むずいな。マリオむず、マリオってやっぱむずいんだな、もっと簡単だと思ってた。マリオデッセイ超楽しいからな、あれ。マリオデッセイと比較する、物と比較するのやめた方がいいよ、つまんない人間だから。なんかさ、何でもさ、あれより、あれより面白い、あれの方が面白いとか言うのはさ、人としてさ、ダメじゃん。これだって一生懸命作ってんのに、何そのご飯残すな理論みたいなこと言うのよ。農家のおばちゃんが一生懸命作ってるからって残しちゃダメって、その論と同じぐらいしょうもないな。え、口悪い、こいつ。農家のおばあさん、おじいさん一生懸命作ってるだろ、何がしょうもねえだよ。怖え人間だ。あ、すごい、うざ、なんかプクプクの軍団が、目つきの悪いプクプクがいる。おい、かかってこいよ。俺はスルーするけど、スルーするってダジャレみたいでめちゃくちゃムカつくな。ああ、人として終わってんだ、なんか。え、どうやって吐き出すのこれ、多分ワイだよね。なんじゃお前、腹立つのカスが。浮いちゃうんだけど。あ、お金が溢れ出てくる。え、何このつまんねえコース。てか海のコース俺嫌いなんだよね。
人として最低じゃない、海のコース嫌いなんだよねって。さっき聞いとけばよかったな、あのクソ野郎たちから。これどうやってやんの、なんか消しゴム、消しゴム、消しゴム、複数選択、殺せる、あ、よかった、ゲームスキン買おうかな、エクストラゲームスキン、どれで遊ぼうかな、まあ、これだけど新スキンどこにする、俺が好きなコースないかな、普通に地上でしょやっぱ。なんか一回さらちにできないよ、おおすごいコースリセットが321、いいね、これでちょっと箱庭的な、なんでマリオここにいんの、怖っ、化け物じゃこいつ、化け物じゃない別に、普通に絶対聞いた方がよかった、あ指カーソルに戻す、優しい、このゲームめちゃくちゃ優しい、これで消しゴムと、あマリオ押せなかった、おもろ、ある一定のところに行ったらお花が生える、かわいい、なんかあマリオの軌道、マリオの残像めっちゃかっこいい、ゴール条件どうしようかな、別につけないけど、タイマーね、やっぱ優しい時間にしとくか、500、俺はちょっとねオートスクロール、マリオの残像ね、みんなかっこよくない、で、Y で、なんかな、テレビのサイズが合ってないのかな、めちゃくちゃ端っこのだけ見えない。このテレビがクソなんだよ。何置こうかな、透明ブロック。そんなのできんの、あ、心地いい、音が心地いい、敵いっぱいんな、太陽キモ、こんなキモいデザイン、いやデザインのこと悪く言うのやめよう、普通にキモいな太陽、もっと可愛かったのにな、いや可愛くはないけど、憎たらしい顔はしてるけど、トゲ地形、これ地形なの、ね、トゲ地形って変な名前、あれマリオカートどこだ、解禁とかされるのかな、マリオカート、あ、違う、マリオカード 3D ワールドだ、ちょっと一回俺 3D ワールドやるわ、あんま好きじゃないけど、これをさ、地面をさ、地面どうしよう、あ、急な坂、カスみたいなコース作ろうかな、一回ちょっとなんか制限とか、
なんかこれめちゃくちゃ面白いんですけど、あれなんかちょっと勇者の剣的なさ、いや そんなもんはない、何言ってんだろうな、ちょっとよくわかんないさこと言い始めちゃう人がいましたね。別に勇者の剣とかないんだけど、なんで、え、嫌がらせされるんですけど、ちょっと待てよ、むずいな、思ったよりむずい、うん、むずい、このゲーム難しいな、あーむずい、むずいな、ちょっとむずいな。マリオが永遠さ端っこ行っちゃうんだよ、この現象なんだろうな、これマリオつかめない、もしかして一生このまま、あー長いから一生つかねえ、あれ、え、これ一生続く、もしかして、え、俺は一生マリオつかめないのか、あ、バカみてえ長いだけだった、おい行くぞーマリオ、なんか超絶、なんかマリオが一回向こうに行っちゃうんだよ、だからまた、ただ 3D ワールドのコースが長すぎるだけでした、あざした、なんか透明土管で行くだけのステージ作ろう、そんな、なんかトーメイド感作ったあ、もう置けないんだ、なんか一本の透明土管の長さっていうのが決まってるっぽい、おもろ、え、これむずいな、あー終わった、よくわかんないことしちゃった、一気に全部消えんの？キモ口悪すぎる、なんかほんの1マスだけ消せないのかな、ちょっと使いづらいね、うぜ、なんか場面をさ切り替えてるせいでマリオがよくわかんないところから始まったらマジでうぜえな笑って、あ、こん中が真空で通ってる途中に死ぬとかないよね、なんか長い時間入ってるとマリオが窒息して死ぬとこないよね、クソつまんカスみたいなコースが出来上がった、それうざ中途半端に届かねえからこうゴールがあってここで表現しようとしてた、こう来てこうここら辺で 出口があるわけよ、でっかいでか嫌なコースができました、え、バカみてえ長えんだけどこれ、びっくりした、ちょっとキモ、こんな長く作れちゃっていいの、ちょっと長いんだよゴールが、あー、なんか土管消滅した、普通になんかなんかちょっとさ
普通に知見なんかこれ一個ずつじゃなくてまとめてできたりしないのかな。なんかもっとすごい早く移動できるズル技みたいなのないかな。人が作ってる様子って絶対つまんないね。がおもれえわこのゲーム。マリオメーカーおもろいな。このなんか俺のカスみたいなコースをみんなにあげれるわ。透明度感楽しいからな。ここみんな頑張って登ったらこのなんか何だこのゲーム楽しすぎるな。こんな楽しいのマリオメーカー。超楽しいんだけど。でもなんかもっとなんか うまく これは地道な作業なのかな。もっとなんか便利に作れたりとかしないか。すごいね、文句永遠と言ってんな俺。よくわかんない。これ入れとくか。別に置ける個数とかなんか500秒でね。どうしようか。楽しい。こんな楽しいんだ。ちくわブロックとかでもいい気がする。
いや、ちくわブロックだとなんか。ちょっと待って。あ、すごいな。6マス間隔で作ってもいいのかもしれない。あー、おもれー、アホおもれー。あ、あ、ちょっとむずい、足りねえんだ。楽しい、こんな楽しくていいんだ、すごいな。なんか奴隷から解放された少女みたいなこと言ってる。こんな楽しくていいの人生って、生きるってこんな、生きるってこんな楽しくていいのみたいな、こんな楽しくていいんだなゲームって。うわ、はい、届かない、アホだ、俺はアホだ。これはね、そうだった、ストラ頭悪いな、しっかりと頭悪いな俺。そうなんだ、届いたとしても上に登れないんだよね。あ、面白っ、ずっと面白っていう機会になろう。マリオメーカーやっとけよかったな。いやでもスイッチだからいいのかもしれないな。いや別にそんなことはないよ、絶対 Wii U でも面白かったよ。ああむずい、あと俺マリオめちゃくちゃ下手だな、気づいたわ。おもろい、バカおもれ。あ、結構なんか加速できないんかな。まあいいや、じゃあこっからいろいろ置いときますか、置いときますか。なんかここ行くには面白い、面白いって言ってた、その面白い、マリオメーカー面白いな。 あ、いっぱいできる、あー最高ー。腰痛いんで俺、なんか面白いないかな、これ超むずくない？面白いけどこれ使いこなすのむずいな。普通にノコノコか置いとこう、ここにで、これをね、まあここら辺か。すごっ、有能だマリオ。いや別に有能じゃないけど、でアイテムを、強化アイテムどうする、ファイヤーか、いやスーパーベルにしよう。
え、こいつもしかしてぶっ壊れる？なんだと？壊れちまったよ。壊れるなんて聞いてないよ。まあ、やっぱ物やっぱ形あるもの全て壊れるっていう通りに、それを教えてくれたのかもな。そんなこと最初から知っとけよ。そんなこと知らないで。なんかバチクソ面白い。上に上がるドッスンとか欲しかったけど、上に上がるよね。上がんないよね。キラー放題で、なんか、モンスターボックスみたいなの作れないの？ないのか、別に。キラー放題。キラー放題の中に永遠こいつが出てくるっていうのできないの？あれやってみたいんだよね。このさ、お金が入るってやつ。うわ、最高。語りんないからザゴみたいな車やっちゃった。ぶっ壊してやったよ。こんなクソみたいな車。これめっちゃ楽しいな、このゲーム。いや、お前はいらねえわ。楽しいな。坂、急な坂、緩やかな坂、急な坂。なマリオ固定できないの？まあ、いっか、最後に固定すればいいか。それ高すぎるな。どれぐらいの高さにしようかな。くるんでできた。かわいいな。マリオが似合うって言ってキモいな。うわ、バグってる。どうすんの？猫マリオになったらなんかジャンプ力縮んだ？そもそもがむずいのかなこれ。ちょっと一回やめるわ。2個目がめちゃくちゃ高かった。俺の調整ミスです。
もうテクニック、あの例のテクニックがね、ここにでけえ山作るか、この斜面をさ、急な山を作るわけよ。あ、違う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 、でっけえ、なんか不格好な山になっちゃうな。不細工だな。うわっ、あー全部消えちゃった。斜面がさ、邪魔じゃん、お前。バカ楽しい。色も変えられるんだ。サブエリア作んない。あ、違う違う違う。待って。ちょっと待って。こいつはね。どうしようかな。めっちゃ時間かかんな、作るの。
スクロールなし縦面みたいな。まあ、一気にやると全部なくなるから一個ずつなのかもな。楽しいなぁ。うわぁ、対照的じゃないのめっちゃ気になるけどいいや。俺が下手なんだけど。うん。なんか使おうかな。はぁ、楽しい。どうしよう。超楽しい。こんな楽しくていいんだ。何これ、ホッパー、こんなのもあるんだ。スララみたいな、何置こうかな。スネーク、俺のスネークブロック下手だから優しくないな。一回乗れなかったら終わりみたいな嫌がらせのようなスネークブロック。あ、入れねえ。こいつはここにいちゃダメだ。キモいや。
次にファイアマリアにしよう。血管コースじゃねえかよこれ。めっちゃ超絶血管コースだった。そのなんかびっくりするぐらい血管だった。クソがよ。どうすんだここを。ここでこう。ああ、さっき頑張って作ったコースが死んだ。まあいいや。へえ。Y ボタン押しながらだとめっちゃ速い。うわぁ、ダッシュと同じ要領だった。なんか楽しすぎるな。あ、48分やってちゃった。ちょっと一回切ります。